照英 TV プレゼント企画、肩、肘痛の予防、軽減、ブレイスレボ投球サポーターを5名様にプレゼント。投球時の内旋、海内の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも良平です、よろしくお願いいたします。はい、この日はね、とあるナイターの撮影日だったんですが、ピッチャー翔平による一本打ちを行っております。ラガーズは団長と神田さんが参加してくれました。チーム2冠の神田さんからです。まずは神田さんね、調子いいですからね、キャプテンとしてのバッティングいつも見せてくれています。そうですよ、これ翔平さんのインコースからの変化球、そして、俊足を生かした好打者団長、まあ、斉藤さんですね、のバッティング練習になります。神田さんと団長はね、お互い同い年で仲いいですからね。あのバッティング練習と言いつつ、めちゃくちゃ厳しいところ翔平さん決めてっております。団長、まあ、去年ほどのね、バッティングにはまだ追いついてないですけどね、なんとか去年と同様の調子を取り戻してほしいところ、そしてここから、はい、対戦形式になります。これがフルフルとキャッチャー前に上がった打球、これはヒロト好判断でしたね。いや、うまいね、判断アウトとなります。さあ、校長神田さん、はい、詰まらされて、これがファール。はい、強振していく。インコースからね、大きなスライダーで空振りを奪えば、なんかあれでね、早かったらスイーパーってやつなのかな。ただじっくりと神田さんもしっかりと見ていく。はい、ツンツー。神田さん、これよくカットしましたね、インコースへのツーシーム。えげつないな今のツーシーム。はい、カットで逃げていく。いいですね、神田さん、やっぱバットにはすごい当たってますよね。ただこれがセカンドフライかな、ファーストフライかな、うん、セカンドフライか。フラッター型打はセカンドフライ判定となります。団長斉藤さんの2打席目、これ初球インコース低め。はい、これもね、ちょっと団長ちょっと、まあ、カットしにいってるのか、まあでもカットしにいくカウントでもないですね、ちょっと空振りが多い気がします。はい、インコースへ落ちていく変化球、そこ曲がりますね、やっぱ。ただこれがいてててて、とボール当ててしまいます、引っかかってしまいました。団長痛そうにしないのがいいところですよね。はい、初球は変化球ボール、これもインコースのツーシームから詰まらせます。やっぱそう、この日はね、ヒロトがキャッチャーしてくれたんですけど、内外で投げ分けてくれるね、しっかりと投げ分けてくれるピッチャーってリードはめちゃくちゃしやすいですよね。はい、そんなこと言っていたら、はい、投げ分けてくれましたと。で、この打球ちょっと浮いたボールだが、まあ、これね、あの両平がセカンドじゃなかったら取れてたってことで、はい、セカンドゴロ判定になります。ここまでね、まだちょっとヒットが出てないですからね。さあ、神田さんの3打席目。おお、ブラッシュボール、バイリーグボールか、危ない危ない危ない。さあ、仕切り直して、これが引っ掛けてしまいましたね、サードゴロとなります。団長4打席目、これも引っ掛けちゃいましたね、変化球を引っ掛けさせ、ストレート系バツーシームだったりを詰まらせると。で、これがクイックからの E ファスを空振り。神田さんもフルスイングでしたね、気持ちのいいフルスイングだ、ね、E ファスを見た後にハイの速いオニシームかなで空振りを奪って、おーおーおお、またインコースいった。翔平さんはちょっとスライダーが抜けちゃいましたかね。はい、そしてお次の球、これ
インコースへの鬼シーム、うん、神田さん襲いましたね。まあでも当たってはいないんでボールとなります。はい、お次の球、これスローカーブかな、うん、空振り三振。インコースを見せた後のね、インコースから曲がってきたんですけど、結果アウトコースに落とした変化球で三振となっています。はい、団長の5打席目、初球はインコースのストライク、そしてイーファス、これ手出ちゃいましたね。セカンドゴロ、ボールに合わせてスイングしちゃいましたね。はい、神田さん、これイーファスはねしっかりと見極めました。ワンボールです。そしてサイドスローからのツーシーム。サイドスローだとねツーシームも結構大きく曲がるのかなっていう。はい、ワンエンドワン、これちょっと大きくね変化球外れてしまい、ツーボールワンストライク。はい、この当たりいい当たりだが正面判定です。まあね、実際正面の方行ってましたね。いや、いい当たりだったんですけどね、ここまでヒットない気がするんですよね。はい、そしてイーファスギリギリ入ってますね、ストライク。ヒロトよく取りましたね、あのキャッチングうまかったですね、これ。はい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 、ナイスキャッチング、そしてナイスボール、ワンストライクとなって、まあ早い球手出ちゃいますよね。まあでもギリギリコース的にも入ってんのかな。うん、はい、ツーストライクとなり、これは外一球外します。そしてお次のボール、これまあさっきまでね、空振りしてたところ変化球に食らいついております。ちょっと早い球ですね、外に。さあ見せた後に、ちょっと力んじゃったかな、翔平さん。力んだのか引っかかったのか、フルカウントです。外れてフォアボール。まあランナーが出ましたね、しっかりとボール見れてましたね。はい、そして神田さんの6打席目、初球はボール。おほほほ、ヒロト、いいキャッチングしたな今ヒロト。まあね、でもボールのボールなんで。はい、これもヒロト続けて昇番フレームですね。さあノースリースリーノー。はい、これね甘い球、神田さん積極的に振っていく。ただ神田さんちょっとインコース今のところタイミング合ってないですね、ここまで。さあお次のボール、おー、インコースから曲げてくるも、これはボール判定か、さすがに。これでね、ちょっとね、翔平さんの方は2者連続でフォアボールとなってしまいました。でもインコースからあそこまで曲がりますからね。避けてますからね。さあ、団長の7打席目。そろそろヒット欲しいですね、団長も。これは、フラフラっと上がって、フェアかな?ファールかな?フラフラっと上がった打球が、これは、アウト判定。結局打てませんでしたね。これにてバッティング終了。翔平も調整ができました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、よいしょー、いけいけいけ、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。